新生活の気分を私も味わいたい。前々から部屋をね模様替えしたいっていうのは言ってたと思うねんけど、模様替えしたいっていうか部屋の雰囲気を変えたい、お部屋大改造計画の第一弾といたしまして私お迎えいたしました。ドレッサー、そこまでコスメ持ってないからドレッサーはいらんかなって思っててんけど、最近ちょっとなんかねいろんなコスメ試したいなって思うようになってきて、コスメがねちょっと入らんくなってきたんよ。なんで今日は組み立てていくよ。やばい、これどんだけかかんねやろね組み立て。こちらです。ちょっと待って、重たすぎる、あまりにも重たすぎる。エムールさんのドレッサーテーブル&スツールホワイトです。とてつもなく重たいよこれ。板がいっぱい入っておりますね、こちら。わーお。はい、それではですねこちら組み立てていこうと思うんですけれども、後日です。今日はドレッサーを組み立てるぞってこれ出した時から数日が経ちました。その後ですね私胃腸炎もどきになりまして、お腹が痛すぎて病院行ったら、まあちょっと胃がね弱ってるかなみたいな、ほんでなんかねちょっと腸の調子がおかしいぞってなんかねお腹が痛かったんですよ。ちょっといろいろと重なったタイミングではあったので、前回の動画とかにもね本当優しいお言葉をみんなたくさんいただきましてありがとうございます。そして動画お待たせして申し訳ございません。リフレッシュとかさせていただいて、前々から決まってたライブに参戦したりとか、やっぱりねオタ活は日常をね取り戻させてくれるよね。まあそんな感じで4月頭からは過ごしておりまして、またこっからね動画いろいろと上げていこうと思ってるからね、よかったら見てやってください。ほんとねもうこのタイミングでこの動画上げられへんくってごめんね。生配信とかでもさ、山ちゃんの動画を楽しみに頑張るよとか言ってくれてたのにね、本当にお待たせしました。コスメボックスじゃないねドレッサーを組み立てていこうと思うんですけれども、まあこのドレッサーが組み立てるのに2時間ぐらいかかるかもしれないっていうこの板の量、いけるのか私、行くしかないね。まずいつも家具組み立てる時に私がするのは仕分け作業です。仕分け作業からいきましょう。これ28番、これはスツールなんよ。レールみたいなのちょっとこっち置いとこうか。そう、お腹痛い状態でなんか全然組み立てる気力わかへんくって、ようやくよこのね板たちを私は眺めながら寝込んでました。これは最後か、女優ライトみたいな、いわゆる女優ライト、ハリウッドミラーがついてるやつがよくって、それを最後に取り付けるっぽい。だからこの説明書はいらん。こっちやな、ドレッサーテーブル&スツール。あ、番号載ってんな。24、はい、7番の板出てきたよ。この辺が全部スツール用の板やから、まあ、これは後々組み立てようか。で、あとはテーブルと引き出し部門に分けましょう。仕分け作業が終わったので、こっからようやく組み立てです。本当に部品が多すぎる。ここまで複雑な家具私組み立てたことないかもしれんっていうぐらいに板が多い。足の上に板落ちたら嫌やからスリッパ履きながら作業します。まずはテーブルを組み立てていきます。ここにねドレッサーを置こうと思ってるから、こっち向きに置くか、全然見えてなかったけどこっち向きに置くかこっち向きに置くかで悩んでんねんな今。またそれは設置してみてから考えよう。でこの木ダボはハンマーで叩くなどしてしっかり差し込んでくださいって書いてあるんだけど、私ハンマーがないよ。ハンドクリームで OK。私これ時間かかるぞ。まず3番、これやな、今3番作ったよな。でこっちが4番ね。4番どういう向きしてんのそれ。これとこれで868を挟みます。あった、これや、これを挟むってことね。分かった、差し込んで、でカムロックね。待って逆や、こうや。進んできました。でこれもこっちにこう取り付ける、ガッチャンコする。いいよ、いいんじゃないですか。よし、
し、一旦できたよ。できたって言ってもまだ序の口。見てください、なんかいい感じにできた。ステップ5が終わったから次ステップ6よ。これね、カムロックボルトっていうこのネジをね、まっすぐ刺さなあかんねんけど、まっすぐ入れるのちょっと難しいよな。あ、まっすぐ入ったよ。あ、まっすぐ入ったよ。なんかいけたわ。ここの下に、ここか、ここに取り付けりゃいいんか。あ、オッケーオッケーオッケー。ステップ6終わり。どうでしょうか。これあれじゃない、この足の部分が完成したんじゃない。これで、あ、形になってきた、嬉しい。そうです。あ、ほんでわかった、待って、私これ多分逆や、取り付けてんの。ここ、こっちがね、こうなんて言ったらいいの、化粧背面って言ったらいいの、この綺麗な白やん。でもさ、この上に板置くやん。こっち綺麗じゃなくてよかったよな、今思ったら。こっち木が見えてんのよ。逆やったね、これ。だってこの上に今から板置くんやろ。何やってんの私、ほんまもう。まあ家具の組み立てね、こういうことはよくあるんですよね。次この板、これがこの上にポンって置くテーブルよね。これもね、いっぱいネジ穴がある。あ、待って、普通に忘れてる、これつけんの。あ、ちょ、もう今一回やろ、ちょうどいいわ逆向きやってからちょうどいいわ。ちょっと外すわ。あ、来た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 、いけそうじゃない、頑張れ。よし、抜けました、ちょうどいい。こっちに向き変えて、ほんで木だぼも忘れずに4箇所取り付けましょう。で、あとはこれ止めるだけ。あ、よかった、ちょうどいい失敗してたってことよ、これは。そういうこと。この足の部分が完成したので、テーブル部分、ここにカムロックボルトを取り付けていく。8本ね、2、4、6、8本で、これを上に乗っけりゃいいんやろ。よし、で、これをはめ込んだら、ハムロック6個つける。できたー、見て、できた、机。じゃあ、こっからは、引き出し作りかな。あ、引き出し作りの前に、あれや、なんか背面に、これぶっ刺します。引き出しできました。あ、ちゃんと落ちにくいやつなんや、これ。使えてくれる。この調子で引き出し作りかな。はい、ステップ15、はい、また引き出し作りです。頑張りましょう。よし、引き出し最後の一つできました。こちら、これをここにぶち込んで、できたー、やったー。最後スツールかな。この蓋の部分を上に乗せれば完成です。やった、なんかちょっと汚れてんねんけど。ちょっと待ってよ、もう本当に。はい、うわー、かわいい。さあ、このドレッサーをどこに置くか問題ですよ。こっちにしてミラーをこう置くやん。普段はなんか布かけて見えへんようにしとくみたいな感じにしようかな。9点で
買ってたカーペット今の家具の雰囲気やったら合わへんかもなと思ってずっとねしまってました。でベッドカバーの色も後でブルーにします。このベッドカバーも9点で買いました。確か9点やったと思う。そう、だいたいねこういう韓国雑貨っていうのそういう系統はねいつも9点で買うことが多いです。これに後でします。ハリウッドミラーの取り付け方今日もちょっとやるか。いやこれね冬仕様のカーテンにしてたからまたねあの真っ白のカーテンにね戻したいなと思います。かなり雰囲気変わるんじゃないこれ。ちょっとスーパー行って帰ってきました。ネジ2本で立つんや、すごいな。大丈夫なネジ2本でそれで立てれるんや、すげえ。これでもいけるってこと？はい、うん、かわいい。ここでメイクしたらちょっと綺麗に見えんじゃん。色も変えれる。何？あ、長押しで明るさ変えれる。わーすごい、これはめちゃくちゃ嬉しい。ギャンギャンに明るくしてメイクしよう。ドレッサーの中身結構ねいっぱいコスメが収納できそうで、これめちゃくちゃ良いわ。引き出しもね4つついてるからね。で4つ目はねここ結構深いからケープとかも入るんやろな。ここあ、このどでかいケープこれもね入ります。良い。ちなみに私ケープ蓋捨てるタイプだから蓋ないんですけど、ケープも入ります。なんか待って、引き出しちょっと歪んでんねんけど、どうした私組み立て方。でこっちもね結構深いから何入れよっかなやねんけど、ま、ドライヤーとかヘアアイロンとかそういうのも入れれるし、いや良いですね。コスメボックスの中整理整頓してるのもねやりたいなって思うので、100均でねちょっと小分けできるような収納ケースちょっと見てきます。というわけでドレッサーでございました。やった、組み立て終わった。あ、ちなみに今使ってるベッドカバーも確か9点で買ったやつ。ベッドカバー変えるだけで部屋の雰囲気ガラッと変わって模様替えした感出るから、可愛いベッドカバーあったらすぐ買っちゃう。手軽に気分転換できるからね。家具とか配置変えるのはねめんどくさいよって方はよかったらベッドカバー変えてみて。水色すぎるか、なんか海の中みたいじゃない、こんだけ青いと。ガラッと雰囲気変わるんじゃない。フランフランで買ってたパープルのサイドテーブル、最近よく見かけるこのマッシュルームランプ、このねなんかここタップすると3段階光ってくれます。このスヌーピーはキティランドで、キディランドで買いました。はい、現在こんな感じでございまして、この後ねどう配置するかっていうのをまた考えていこうかなと思います。今こっちが大変なことになってますね。とりあえず端っこに寄せてる。あ、なんかスッキリしたなって思うやん。あ、こっち現実よね。あー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 、まあ、部屋改造今回は第1弾ということで第2弾の動画も待っててください。お楽しみに。どうすんねんって、私これ端っこに寄せただけ。今日は力尽きたからここまでにしようと思います。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。